前回のあらすじ、投資はつまらない。それは誰の言葉だったか。霊夢の天井からのショート。しかも今回は400万通貨。霊夢渾身のエントリーは、意外とあっけなく1000万円の利益を生み出した。私自身、ここまであっけなくトレードで語れると、盛り上がりに欠けてしまうのですが、ここまで含み益が重なっていれば、ここから負けることはありません。絶頂の利確を達成し、霊夢の証拠金は未踏の4000万円台へ。しかし今回、奈落の淵が見え始める。ゴールドトレード研究所 FX チャンネル奮闘記新章第33話。やあ諸君、相場師霊夢大先生だ。今日は6月27日のトレードだ。皆さんこの時期は何をしていたかな？私は子供用プールに水流を作って、疑似流しそうめんをしていたんだぜ。ふ、脳みそお花畑だな。ええ、結構楽しいと思ったんだけど。やるなら家の浴槽でやろうぜ。そっちの方がお風呂畑だろ。なんてね、くだらない話は置いておいて、早速相場に触れていこうじゃないか。15分足を見ると、明らかな上昇相場。これはもういただきましたな。急落急騰に関しては逆張りが吉だが、今回みたいなゆっくり上昇、ゆっくり下落に関しては、そのまま乗ってもいいかなという感じだ。だからここはシンプルにロングでエントリーしましょう。霊夢にしては珍しい順張りなんだぜ。ほいっと。そうだな。私も過去の動画を見て、逆張りの多さに驚いている。そして、大体負けるのは順張りだ。私が逆張りでエントリーした時は反転することが多いが、順張りでエントリーした時も反転することが多い。つまり、私がエントリーするとどんな相場でも反転する。ちほう、霊夢は逆神だった。その可能性ありますねー。さて、早速ロングでエントリーした私のポジションが含み損を抱えているが、よく見ると、エントリーした位置が天井になっているようにも見えるんだぜ。これは本格的に逆神として降臨した方がいいんだぜ。ふん、私はどんな相場でも利益を出す。それが相場師霊夢大先生たるゆえんだ。その証拠を見せてやろう。時間を飛ばして、爆益のシーンを見せてやろう。今ある150万円くらいの含み損が、どうなっているのか。増えてるんだぜ。ってあれ、なんかポジションが5つ多いような。ああ、それな。現時点で、15分足がゴールデンクロスしたから、おかわりしておいたぞ。いや、含み損の時の消極的な積み増しはおかわりというよりもただの難品なんだが。あまり細かいことは気にするな。この状態からでも入れる保険があるということを見せつけていきたい。誰に見せつけるんだぜ。画面の前の、シベリアンハスキーにだ。誰の飼い犬？現状、15分足はゴールデンクロスして上向きだが、1分足はデッドクロス。そんな中でもローソク足は移動平均線の上に存在し、また上昇の勢いが出てきそうな感じだ。正直、この感じは上昇の勢いがなくなっている可能性がある。だからこのおかわりポジションでなんとか含み損を解消したい。確かに、15分足のこの綺麗なデッドクロスからの下落はちょっと怖いんだぜ。ただ、まだ15分足の黄色移動平均線が機能しているような反発の仕方だな。この後、15分足の直近高値をしっかりと更新できるか、これが争点だ。現時点では難品ポジションがなんとかプラスで推移しているけど、いつどうなるかわからない状態だな。1分足は好調。このまま行ってくれるか。1分足ゴールデンクロスしてから底値切り上げできてるんだぜ。さあどうだ。ゴールドよ、ここが粘りどころだぞ。そういえば、今の霊夢の証拠金的にはこれくらいの損切りなら全然問題ないと思うんだが、どうして損切りしないんだぜ。確かに大金だけど、最初のポジションは方向感を見誤ったわけだし、無理に難品でリスク取って救いに行かなくても。まあその通りだな。今損切りすれば、メンタル的にも楽だし、それをしても証拠金的には怖くない。だが、私は今新しいステージに行きたいのかもしれない。順張りという新しいステージに、私はいつも逆張りでしか利確できていない。相場は順張りだ。これは私自身もわかっているし実感している。だからこそ、ここで証明したい。私は順張りでも利益を上げられるのだと。だが、その思いはすでに邪念。相場、チャートにとってはそんな事情お構いなしだもんな。この後の状況いかんによっては、損切りも考えていこう。私からしたら、いつも爆益の霊夢でも、トレーダーとして悩みがあったのか。私としては驚きなんだぜ。さて、どうなるか。ああ、ああ無情、レミゼラブル。やはり私は勝てないのか。私は逆張りだけしかできないしがないトレーダーなのか。くう、いつも煽り散らせいている霊夢にもそんな苦悩があったなんて。いや、私は知らなかったんだぜ。
私だってな。私だって。こうやって動画投稿して勝っているように見えるかもしれないが、負ける時はしっかりと落ち込むんだよ。勝ちトレーダーは5つのトレードで一喜一憂しないさんて、そんなことあるかよ。毎回してるわ。確かに、その振れ幅は小さいかもしれない。人よりは喜ばないし、悲しまないかもしれない。だけどな、私だって人間だ。負ければ悲しいし、勝てない時期が続けば、悩みもする。そうだったのか。いつも自信満々にトレードしてる霊夢を見て、どこか霊夢は普通のトレーダーじゃないって勘違いしていたんだぜ。まあ、動画ですから私も少しは面白くなるように発言はしますけど。だけど、いや、だからこそ、今回の順張り、勝ちたかった。素直にそう思うよ。霊夢、でも、素直に考えてほしいんだぜ。損切りができないトレーダーがいる。だけど霊夢は損切りができる。この前は損切りできなくて、1400万円の含み損で泣いてたけど。何か聞こえたぞ。順張りで失敗しても、損切りすればいいだけじゃないのか。霊夢は常に勝ち残る。それこそが相場師霊夢大先生の絶対強者の証だと思うんだぜ。何？マリサ、貴様、言うようになったじゃねえか。この順張り、確かにもう生き残る道はない。だからこそ、認めよう。この順張りは失敗であったと。このトレードは敗北したと。そうなれば撤退だ。いかに合理的に撤退するかを考え続けるんだ。現状、15分足が下髭を2本つけて反発している。こうなったら、この安値を更新するまでは耐えてみよう。いや、ダメだな。それは固執している。負けている状況でもなんとか勝とうとしている。このポジションは負けたんだ。だったら、傷が少なくなったら逃げ、後ろ向きに全力疾走だ。15分足の黄色い移動平均線に反発されていると見るならば、1分足のこの下落は止まらない。ここだ、もう逃げるしかない。ええ、突然の損切りなんだぜ。600万超えの損切りなんて見たくないけど、霊夢の判断なら、任せるんだぜ。逃げろふん、私はこの敗北でさらに前進した。そう、目先の利益は奴らにくれてやる。しかし、最後に勝つのはこの私だ。それじゃあ本日の収支報告に行くんだぜ。いてえよ。私の財布がいてえ。だが、前回の爆撃が私をまだ相場へ駆り立てる。私は諦めないよ。FIRE を達成するまではな。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね。サラダバー。